さあ、水を入れて8日目でございます。もうね、大きいやつは完全に色がついてきて、カブトエビらしくなってきました。結構ね、生まれるのに時間差がありましてね、なんか全然大きさが違う。左と右ではもう本当大きさが違いますね。ちょっとね、本当ボウフラが湧いてるのが問題ですね。まだね、ちょっとちっちゃすぎるんで、もうちょっと大きくなったら取り除こうと思います。取り除いてメダカの餌、メダカかグッピーの餌にしようと思ってます。もうね、この大きいやつは結構色がついてきて、カブトエビらしくなってきました。いやいや、びっくりです。なんとメダカの稚魚が泳いでます。なんかボウフラにしちゃ動きがおかしいなと思ったら、アナカリスに卵がついてたのかな、それともグリーンウォーターを汲んできた時に入ったのか。結局ね、外に置いてる水槽でもメダカ、まあ繁殖してたのかもしれないけど、繁殖したその形跡とかいうか見たことないんですよね。多分ね、親に稚魚食われてたと思うんですけど、まあ、もしかしたらアナカリスに卵が出てたのかもしれません。いや、1匹だけじゃないですね、少なくとも2匹以上はいます。びっくりです。カブトエビとね、同時にこのメダカの成長記録も撮影していきたいと思います。いや、なんか楽しいな。今日は10日目でございます。浮き草の根っこをかじってますね。まあ、ちょっと一段とね、グリーンウォーターで観察しづらくなってますけど、メダカです。だいぶ大きくなってきましたね。
ちなみにメダカは全然餌与えてません。一日おきにグリーンウォーターを追加でコップにね、ちょっと半分ぐらい追加するだけです。